お疲れ様です。連休でドライブランチなんてスキー場に行ってきたんですけれどもね、今日はイベントもやっていてかなりスキー場も混んでましてですね、ご飯を食べるのもゲレンデを滑るのも結構混雑という感じだったんですが、でね、田沢湖スキー場なんでいつもだったらねこのまま帰るんですけど、まあ連休ということでね、急遽なんですけど、昨日もう撮ったって感じなんですけどね、このままね、田沢湖の方にね、一泊しちゃおっかななんつうことで、どこかというと、こちらです。天然温泉、田沢湖レイクリゾートでございます。3年ぶりぐらいのね、宿泊しようかなと思います。ラブちゃん、ちょっと早いけどチェックインしちゃおっかな。3年半ぶりぐらいですね、こちら。もうね、春ですよ、今日は。まだ3時ぐらいなんだけど、こんなに明るい。じゃあまずはチェックイン。ちょっと早めだけどチェックインできた。まずは一回お部屋の方に行こうかな。鈴木様は何回かいらっしゃったことがあるので、場所の説明はしませんと言われました。ありがとうございます。はい、40何ですか？はい。カードキーを差し込んで。怪我する。ルームツアーします。カードキータイプ、入り口です。ここが荷物置く場所。こちらがトイレ。ユニットバス。まあまあまあ綺麗。一応シャワートイレかな。まあ結構古っぽいっちゃ古っぽいけど。シャンプーなどは。大浴場、温泉があるので、まあ、ここは使わないかなと思います。お部屋です。眺めは、あ、観音様が見える。では、こちら。机と鏡とファブリーズ的なやつ。お茶がほうじ茶と煎茶。グラスとマグカップ。ケトル。で、ドライヤー。ティッシュ、メモ。これ、オイルヒーターみたいなやつ。今回は、ツインの部屋です。テレビ、パナソニック、32型、空の冷蔵庫、椅子が2つとテーブル、お菓子があります。ベッドが2台、空気清浄機、タオルをかけるやつ。なんか前もこういうヒラヒラの、なんかこう、チョコレートみたいなこの、これは何だろう？抱き枕かな？金庫、時計、照明はスタンド、手でつけるタイプ。ヤコブ・ジェンセンの洒落た内線電話、照明です。コンセントが2個だけど、1個は、これで使われてる。まあでも全体に、綺麗よね。ビジネスホテルみたいな感じ。ねえねえ、このガムテープ何？あ、虫がお邪魔するのでガムテープで取ってって書いてる。スリッパがある、なんか和風なやつ。以前も動画にしているのでね、館内とか食事の開示は多分変わってないと思いますが、お部屋はとりあえずこんな感じです。まずは暑いのでエアコンを消したい。ない Wi-Fi接続可能なんですが、スピードは、まあ、65。まあ、波ですかね。Wi-Fi もつながります。とりあえず、荷物を広げて、1階のね、ラウンジの方に行こうかなと思います。中は大体知っている。フロント、浴衣もあるよ。選べる浴衣、こう。アメニティバー的な。歯ブラシ、カミソリはこちらからお持ちくださいと。結構かわいい浴衣もあるよ。で、こちらがラウンジです。はい、ウェルカムドリンクあります。ウェルカム。何？メロンソーダ。絶対そうなると思ったよ。イエーイ、はい。ウェルカムドリンクはラウンジ内、館内。お部屋へ持って行っちゃダメです。自動販売機もあるよ。お酒も売ってる。なんか光る暖炉だよねこれ。ちゃんとコンセントがある。なんだろう、洒落てる。あ、漫画コーナーがあるって。曲げわっぱなどがあり、結構素敵だよねここね。外国人とかが良さそうな
感じ。マッサージチェアもある。無料？200円15分だって。100円5分でもいいのにね。はい、素敵なラウンジです。で、やっぱりここの売りはですね、こちらの広々スモーキングルーム。お部屋は禁煙なんですが、見てこの広い喫煙スペース。もうここにずっといるっていうぐらい。はい、友人がここにずっといたって言ってたぐらい。すごいゆったりスペースです。まあ、タバコを吸う方も吸わない方も、まあ、吸わない方は来ないかもしれないけどね。くつろげスペースでございます。くつろいでおります。ドリンク2杯目です。おかわり。最高だよ、ここ。本当に。S川さんがいいって言ってたもんね。もうこっから動きたくない気持ちはよくわかる。スマホがあればもうバッチリじゃない。はい、お土産コーナー。秋田の郷土食。すぐ食べられる。稲庭。これは、シン！やばい。白い針葉樹。何か聞いたことあるような名前。そして、ルックスとパッケージも、ほぼデジャブじゃないですけど。ああ、結構かわいい、これ。田沢湖の T シャツ。ん？V のみだって、誰かにお土産。いらない、いらない、いらない。なんか結構素敵。ワンちゃんグッズ。生ハゲグッズです。マサル座り L。結構かわいい。ちょっとこれもかわいいね。おけ。風呂おけ。生ハゲキャップ。秋田犬キャップ。あとお酒が売ってる。これを飲むようになったら終わりだ、人間。比内地鶏プレッツェル。いぶりがっこプレッツェル。あ、これご飯のお供。いぶりがっこは人気だよね。ギバサノリ。なんか、あ、これ、お部屋にあったやつだ。こういう風になってるみたい。売れてますランキング1位だって。ああ、すっごい美味しくなさそう。じゃあ、お部屋に戻ります。とりあえずお風呂に行こうと思うのですが、お風呂セットもある。バスタオル、ハンドタオル、袋と籠がある。今、お風呂入ってきて、お部屋戻ってまいりました。今ね、4時ぐらい？結構混んでる日っぽくてね、晩ご飯がなんと7時半、19時半。結構というかかなり時間があるので、お部屋でやっちゃいます。うまっ。おつまみもね、持ってきたもんね。謎の、しかも逆から開けてるしさ。ちょうど1年前に雫石で見たやつが今また大会をやっている。で、続きましての黒胡椒香るパストラミポーク。刺激ックス去年もいたよね。ポーク、豚肉の何かですね。生ハムみたいな。美味しい。また反対から開けてる。これなんかチーカムみたいなやつですね。こんなに食べて晩ご飯食べれるのかな。ダンスバトルも盛り上がっておりますが、こちらも盛り上がっております。ファミマルのスーパーチューハイ。こちらもうビールも2本飲んで、うん、美味しい。甘くない。甘くないとここに書いている。女子の優勝が決まったところで本日4本目、桃と紅茶のお酒、なんと 2% です。ダンスバトルも終わり、現在6時。晩ご飯がなんと7時半というね、まだ1時間半もあるんですけれども、お酒もだいぶ飲んじゃってですね、当てが足りなくて、下のお土産売り場でお菓子を買ってきました。わーい。では買ってきたものを紹介します。てってれー、いぶりがっこポテトチップス。そのままでしょ、これは。いぶりがっこポテトチップス。結構気になるものはあったんだけど、もう一個はこれ。てってれー、比内地鶏クリスピー。千葉県で作っております。これを食べて、もうちょっと飲みます。結構夜になってね、もう夜真っ暗でございますよ。あ、なんかおかき。おかきみたいなやつね、これ。まあ、結構普通だね、これ。まあ僕もう一回お風呂に入ろうかなと思います。現在7時20分。お楽しみのバイキングの時間が近づいてまいりましたが、とりあえず。憩いの場所へ、うのでもしようかと思います。うのやってる。で、お食事が7時半、19時半からなんですけれど、今回はなんと特別プランがですね、またあの伝説のですよ、最近やってなかったんですけど、カニ食べ放題企画で、これ聞いたんですけど、通常のバイキングプランだと
カニはついてない、カニがあるプランをね選んだんです。なんか結局バイキングなのにカニがないってどういうことかなと思ったら、てってれー、秘密のパスです。これを見せるとお皿でカニを持ってきてくれるらしい。だからまあ食べ放題なんですけど、置いてあるのを勝手に取りに行けっていうシステムではないらしいので、そのプランじゃない人はカニが食べられないそうです。そんなわけでこれからお楽しみの晩御飯に行きます。外国語が飛び交うこちらのお宿でございます。こちらが男湯、多分明日の朝はここが女湯になる。こちらが今女湯なんで、アイスもある。こちらが何でしょう、子供のラウンジ。スロープもある、優しい作り。サムネバッチリじゃない。はい、関東の提灯がある。あれ、カードキーのコテージ、あ、まだやってないってやつ。すげえ早く来ちゃった、7分前でした。じゃあ関東でも見るか。これうま、各町内が、あ、うま、これもだよね。上り町も2つほど。自分でサムネを撮ろうかな。向かい馬、これなんじゃない。こちらが晩御飯会場、なんて読むの、晩御飯会場1番で待ってます、はい、まだ空いてない。もうお腹減ってるのかお酒が飲めたいのか全くわからない。あれから私お風呂に入りましてね、お風呂も2回も入っちゃいまして、ずっと一人で話してるの辛いなぁなんて思うわけです。うちにこういうインテリアがあってもいいんじゃないかなっていうぐらい。すごいやばい、人来た。特別料理のお客様に、今日お席をお作りしておりますのでご案内いたします。いらっしゃいませ。あ、ここここあー、指定席、指定席、本当だ、一番いい場所じゃないですか。飲み物、あ、飲み物ね、はい。カニが来てた、もう。あ、行く、先に行く。まず一周見ないといけないからね。最善なんだけど、うち。最善です。チャビ抜きで提供しております。おぉ。イカは21でいいか。納豆巻きはいらないんじゃない。おぉ、天ぷら。カニクリームコロッケ。あ、ステーキあります。うまそう。すいません、私だけステーキ。あ、定着です。楽しいね、バイキング久しぶり。はい、ママまで持ってきたよ、ステーキとお寿司と、なんだろう、コロッケと天ぷらと唐揚げ入ってる。カツ、鶏、チキンカツ、バンバン、これ豚キムチ、カニ玉、こちら、クラゲ。さあ、これ何？あ、これ、ブリダイ。ハンバーグと、なんかグラタンっぽいやつ。これなんかムール、ムール、ムール。これ、ハタハタのなんとかと、豚肉なんとか。お刺身です。イェーイ。立派なカニ。結構このレアっぽい焼き具合っつうんですか、これ。うん。いいね、イカの寿司粉、まあ、なんだかんだやっぱ肉がうまい。カニ玉もちょっと持ってきちゃった。こんなもん家で食える。これ食べたい、ハタハタの。ハタハタ今シーズン初じゃない。あ、ハンバーグ、イエーイ、ハンバーグ。あ、唐揚げでした。結構美味しい。結構パリパリ、うん。これザーサイと豚肉なんと、うん、ご飯。もうご飯めっちゃ食える。めっちゃ。サラダって今すごいセーブしてるでしょ。果肉。うん。お料理はいいよね。ステーキ2です。なんか塩ポン酢あ。やっぱりそっち食べる。気になるでしょ。うん。うん。美味しい。うん。なんかなんぼでも食えそう。そうそう、カニ行くんですか、うん、
うるさい。日本酒もらおうか。うん、辛口、深く口に来ました。結構立派なカニだね。うん、はい。うん、カニこれでも美味しい、このカニ、ね。はい、これ乾杯した。飲んだもう。あ、ごめんね、それカニやらせちゃって。あ、わかんない。おお、めっちゃした。いただきます。いただきます。うん、うまっ。でもこれだけでもこのカニで2000円もするよ。うまい。肉うまっ。すごい美味しそう。ハンバーグ食べて中和。カニあんのにカニ玉食ってる。カニクリーム。お酒グイグイ飲んでるけど。チェイサーも来るわ、チェイサー。な。一皿そろそろ終わりそうですね。手かゆくなんない。手かゆくなってもいいぐらいだ。お待たせしました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。大盛りしました。大盛りしました。すご、なんかすごカニ。だってこれ明日になればさ、昨日もっと食えだなと思うじゃん。いつもそれの繰り返しだよね。俺もう無理だよね。へしみちゃった。ああ、無理。むけるの上手な人だとしても、むけるの上手な人じゃないんだけどさ。いいんですよ、手荒れが。もう、ボリュームのあるカニですが、はい、何度も言いますが、これはプラス2000円ぐらいのカニ食べ放題付きプランです。3月15日とかまでかかってますよね、うん。カニいっぱい食べたい方は、僕みたいにあんまり他のものを食べずにですね、カニだけを食べた方が、うん、いいんではないかなっていう。でもね、他の食べ物も美味しいんだわ。カニプランじゃないやつはカニがつかない。そこは要注意です。カニあるって思ってきたらカニ食べれないので。終わってる頃にもう終わってる。この動画がアップされるのは多分3月15ぐらいなんで。いやー、日本酒ってやっぱ何回飲んでも震えるね。何口飲んでも震える。慣れてこないね。焼酎って慣れんじゃん。これでもいつもに比べればさ、うん、だってまだこんなにあるもん、うん、やっぱさすが大盛りにしたわよって言われたぐらいだ。いや、さっき美味しいと思ったけど、この唐揚げとかもう全然食えない。ステーキはもう一回行こうと思ってんの。8時半、9時までだって。時間はないんだ、意外と。申し訳ないけど、見てるだけで手が痒くなりそう。ほんと、撮っててもらってすっごい申し訳ないんだけど、服に飛んでるよ、カニ。マイクに飛ばすのはやめてんのかも、ふわふわに。そういう話なの。1時間など、そんなに髪は食えないな。やっぱり奥から来た今、外国人が草をのカニをすげえ見てた。多分、あれみたいな。どこにあんの。ないんだよね。もう一個頼む、カニ。うん、ちょっと時間がね。しょっぱそうだ。さっきからってすまんすまん。今、ちょっとなんかすげえ飛んだけど。すっげえみんな帰る外国人もすっげえカニ見てる。やっぱカニはバンコク共通の美味しいものなのかしら。カニ食べない国もあるかな。ご苦労様でした。1個下げられたっけ、これ。もうちょっとあったな、3皿ぐらい。いや、でも結構量的にはさ、いつもよりはちょっと少ないかもしれないけど、食べ応えがあるという、うん、ね、カニ食べたなっていう感じしますよ、うんうん、なんか味噌汁的なもの。あります、持ってきますか。豚汁でした。もう時間なくないですか。はい、大丈夫です。はいはい、ありがとうございます。どう、豚汁。美味しいですね。ちょっとおそばも染みますよ。うまっ。熱っ。結婚式の最後みたいじゃない。息を出してきた竿。カニ。明日となるでしょう、これが。
ラブチャンネル。おはようございます。天気は曇りです。今ホテルから外グランピングのエリア、そこに泊まったり食事をしたりとかができるらしいです。ここはもともとねスキー場だったんですけど、今はねリフトもなくただのこう原っぱっていう感じなんですけど、まあ、雪遊びとかもねできるみたいなんですが、ご覧の通り雪があまりありません。なんかそこのグランピングエリアもちょっと楽しそうですけどね。今どこにいるかというと、朝なんでね真っ暗なんですけど、一応ゲームコーナー、ゲーゲームやらダーツやら、ちょっと暗いですけど、卓球、UFO キャッチャー、クラなど、本当は夜のうちに撮りたかったんですけど、ちょっと時間がなくて今朝撮っております。一応中に入れたけど電源入っておらず、もちろん誰もいません。こんな感じでフロントの方がここから見えます。フロント昨日とは入れ替わって、こちらが女湯、こちらが男湯になっております。では朝風呂行ってきます。遠すぎる。観音様がね見える部屋なんよ。ワイド、おはようございます。観音様、これから朝ごはんに行ってきます。改めましておはようございます。お楽しみの朝ごはんです。はい、朝食会場は晩ごはんと同じ。おはようございます。はい、ここにしよう。ここ最高じゃないですか。まずはお料理チェックだな。お料理チェック、卵やらご飯のお供、とろろ、目玉焼きだって。あ、なんか水餃子やら、筑前煮、嬉しいベーコンがある、やったー、うなにわうどん、ひもだっこ、ししゃもやら、結構朝ごはんも充実、納豆やら、ご飯のお供、これ美味しそう。ふき、はい、いろいろ持ってきた。きりたんぽがあったよ。セリ入れ放題、嬉しい。イカの塩辛、ふきとほうれん草、鮭、ボタッコと書いてました。で、スクランブルエッグ、ベーコン、朝からモリモリいっちゃうよという感じです。結構朝食も楽しいです。見てこれ、朝から山盛りベーコン。朝からおじさんの朝食は誰が見たいのの話。サオちゃんはノーメイクなんだね。これ俺しか喋んねえからマイクいらねえんじゃねえの。きりたんぽは食べられるな。チェリはもう入れ放題。あと入れなのせ、そう、根っこもあったよ。サオなんか美味しそうなの。ほらこれなんていうの、あ、なんていうのこれ、あ、なんとかプリンってやつだ。ベーコン、そんな感じで朝のひとときは過ぎていくのだったのさ、だったこそ。チャンネル登録お願いします。はい、9時ですが、この後ね特に用事もないので帰ろうかと思います。清々しい天気、美味しいお料理で大満足の田沢湖レイクリゾートでございました。終わり。